ハロハロー。ハロハロー。デビッチカーサです。最近バレンタインです。そんなギャグ言ったりするんで、よろしくお願いします。はい、ちょっとね、実はもう1時間以上喋ってるんですけど、ちょっと先こっちを持っていきたいんで。うん、まあ、あまりにも文句言いたいことは、お前が無知すぎるからね。すいません。いろんなことしてなかったろ。結構説教されてたんですけど、ちょっと後でね、この先の続きもまだ喋りたいんですけど、先にですね、このディープ118、後楽園ホール大会ですね。3月9日に行われてめちゃくちゃ盛り上がってたんですけど、ちょっとこの感想を、ちょっと短くていいんで、一試合一試合二人でちょっと語っていきたい。一試合ですよ。はいはい。ちょっとはい。で、まあ、見たの？全部ちゃんと見ました。僕そういうのちゃんと勉強するんで、見てきたんですけど、その前に最近ちょっと触れづらいと思うけど、柏村仁之助対秋元京馬、僕これ一番注目してたんですけど、そうね、一番だ、秋元ってすごくないですか？まあでも、はい、俺は今回の件で、はい、本当に何て言うかな、うちを見てるお客さんを含めて、はいはい、カード発表した時に、はい、まあまあ、何て言うか引き合ったのと、はい、まあ、もともと試合数の方では前の方で試合だったけど、はい、なんていうかな、みんながこの試合結構楽しみしてたんですよ。超楽しみでしたよ。っていうのは、はい、まあ本当に何て言うかな、秋元君がこの何試合かで、はい、あ、なんていうの、自分の立ち位置とか期待感とか、はい、そういう選手にみんなが覚えてくれたのと思う。はいはい、はい、そうですね。わかるでしょ。これ17とかですよ、今18になった。今18、これ末恐ろしいですよ。僕でも正直ね、うんうん、これ試合があったら多分柏村が一本勝つると思ったんですよ、うん、でも、うん、これを秋元がこの年で超えるようだったらこれとんでもないぞと思って、うんうんうん、その期待感があったんですよ、うんうん、どうなんのかなっていう。これね、また難しくて、はい、実はこの2人とみんな嫌がるんですよ、試合。まあまあ嫌でしょうね。でしょ？嫌でしょうね。やりたいとしては、柏村の決めの強さと、そうですね。怪我しそうやし、はい。秋元は、この17、18に、確かに。意外とみんな嫌がるんですよ。一応17、ね、強いのみんな知ってるといえ、17、18に負けたっていうのはちょっといじめられそうです。だから組んだんです。なるほど。そうちょっと嫌がられてる同士で。そうこれ僕裏メインの時とか一番楽しみでしょ、この試合。そういう意味では、はい、そこまで秋元が上がってきたなと思いました。すごいっすよ、ね、だから急もうなんか急に名前がこの試合が組まれたことによって、はい、ジャンプアップしたよ ね、 よね。だからそういう意味ではなんか秋元の使いやすさとこれから期待感がすごくありますよね、はい、これってパラヤスター千葉でしたっけ。そう、これ千葉、太田忍とかと練習してるってことですね。あ、柏ですね。違う、同じネットワークだから。いや、あの辺と練習してるって練習環境も素晴らしいし、うん、まあだからこれだからあなた言ったように、はいはい、これ柏村を超えちゃったら、うん、ある程度寝技の対応できるわけですから。いやいや、ここで勝てたらっていう、そういう意味では分かんないよね、はい、っていう意味ではすごく重要な一戦ですね、はい、超重要な一戦でした、うん、そうだからそういう意味ではすごく楽しみな試合 で、ね、でしたね。なんかインフルエンザになったみたいで柏村選手が、うん、そうだね、うん、ね、回復を待って回復を。いや、もうそんなのがしゃべることじゃないって。いや、すいません。バカか、お前。そこで。いや、だから、これは、はい、これはね、この、一つ言えるのは、はい、僕らはインフルエンザって聞いてました。はいはい、そうです。でも、その後に報道が出て、はい、逮捕されて、はい、今、拘留されてるのかな、はいはい、っていう話になってた、はい。正直言って、それを、僕らは内容を全く分かんないんですよ。はいはいはい。だから、文章だけ見てると、リキッドを買いに行って CBD の、はいはい、そしたらそこでなんか逮捕されたっていう、まあ事実上聞いてるのは、はい、逮捕されたっていうか出頭ですよね、彼は出頭命令ってことですか。だから別にその場で現行犯逮捕されてないんですよ、はいはいはい、で彼は自身も何ていうの CBD だと思ったっていう話を言ってるだけだから、はいはいはい、これ難しいのは逮捕有罪になったとか、はい、起訴とか不起訴とかまだ何も出てないんですよ、はいはい、実際には。はいはいはい、わかります？はい、だからこの状態の中で、はい、この柏村選手に対して何かを意見をするのは僕は違うと思うんですよ、はい、うん、まあね、まだはっきりしたわけじゃないですか、ね、そう、例えばこれで変な報道が公表される形して、はい、柏村選手も本当に全く無罪でした、はい、ってなった時に、はい、報道します？はい、あ、しないですよね。いちいち不起訴の時ってしないですよね。しないね。ダリちゃんの時もそうでしたもんね。そうだからダリちゃんだって、はい、未だに犯罪者と思ってていますよね。なんか車上荒らしがなんかしたって感じで逮捕されて不起訴だったんですよね。そうそう、だからそれで同じじゃん。でも、はい、あの子は車上荒らしの人だってしか思ってないじゃん。
いやそんなことより木村実の被害者ってことが大きいから、まあ、だからそのあまりそこも忘れたぐらいですけど、でもそれがありますよね、はい、で不起訴でした、はい、さあの無罪でしたって言えば、はい、あかわいそうだったなと、もう逆だよ今度。そうですね。でも柏村君もこの結果が出ないと、はい、本当に例えばやってないんだったら、うん、今度被害者は柏村君になっちゃうからね。まあそうですよね。それを知らない状況の中で、はい、今僕は意見を出せないんですよ、はい、これは柏村君が本当に逮捕されて、はい、あのなりましたと言ったら、はい、何やってるんだってらします。でもこれが無罪だったら、はい、お前かわいそうだったらってなりません。まあね、そうですよね。だからこそ俺は意見を言いたくないです。だからこの柏村君に関しては全部のある程度の内容が把握できた時にしか言わないって、はいはいはい、みんながこんなシビアな話って、はい、彼の格闘技人生がでどうなるかもいろんなことを軽々しくて、ね、いろんな予想で言うことじゃないじゃん、はい、それが柏村君と仲いい人が言うならいいよ、はい、こいつこういうやつで俺らはそこまで知らないじゃん。そうですね。だからその状況で情報を集めて結果が出ないと僕は言えないと思ってるから、あえて詳しいこと言ってないです。なんか、ま、はい、前って所持してたも大丈夫なんですけど、前はでもなんか所持してたもダメになってなんか法律変わりましたよね。でも所持で買いに行ったんでしょ。あ、まあそうか、 CBD 買いに行ったんで。そうか、だからそういうのもあるから分かんない全然。でこんなん聞くのもあるんですけど、じゃあ実際に起訴されたらどうするんですか、佐々木さん。あ、だから何やってるって言いますよ。ディープで使うんですか。あ、起訴されたってこと。逮捕されたら。逮捕されたら、それ出てきて彼の方、いや行いしてじゃん、はい、一生使わないといけないんですよ実際。そこはそんなことで逮捕されたらいっぱいでしょ。まあまあね、今までその話だったら、まあ、でしょ。僕は正直こんなん言うのもあれですけど、大麻、うん、ぐらいどうでもいいですけどね。いや僕は絶対しないですけど、別にそれで言うけど、いやいやいや、その別に勝手にしてたらと思うけど、でもね、聞いてください、うん、もしやってたとしたらですよ、でも本気で書くときに取り組んでたらそれやろうという発想にはならんよなと思っちゃう。その迷惑かけるから。まあ迷惑ね、はい、でも、はい、みんな勘違いしてるけど、海外だってやっていいと思ってるでしょ。あ、海外も日本人はダメですからね、はいはい、だから日本人はやっぱり大麻も、はい、ネットカジノ、はい、勝敗予想、はい、の賭けも日本人は全員ダメですから、はいはいはい、分かりますね、はい、それは向こうで海外で吸った時に、はい、その海外の合法なところが取り調べをできないだけ、はいはい、です、分かります、はいはい、そうです。じゃあ例えばですよ、アメリカのどっかの州で大麻が合法ですよね、はい、それを合法だと思ってやってるやつがやってて捕まえれないよね、誰も、はいはいはい、しかし日本領事館の中にパスポートを、ね、落としたから領事館の中で吸ったら逮捕されますよ、はい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 、日本だから、はい、分かります。だから基本はさっき言ったように大麻は日本人は外国でやるのもそうだし、はい、ネットカジノもやるのは違法ですから、はい、全部、はい、そうですね、そうです、勘違いしてるみんな、はいはいはい、そう、だからそこを踏まえて、はい、そう話になっちゃったら海外行けば大丈夫だろうと思って間違えてる人もいるから実際、うんうんうん、そういう意味では分かんないよ、海外行った時大麻吸っちゃいましたっていう、はい、ね、練習行ってとかっていう人もいるかもしれないですね、はい、実際、はい、だから迷惑はかけるわね、はい、だからその部分が正直過去にも噂ありましたよね。いや分からない、俺知らんの、はい、僕はちょっと噂はちょっとだからそういうのも知らないってことだ、はいはい、ただまあ噂っすけどね、まあまあ、うん、はい、ちょっと聞いてそう話だったらね、俺も知り合いが交流されたってやつ噂知ってますけどでも報道もされてないしね、はい、まあ、どうでもいいと思うけど、別にそんなことなんか少女淫行とかで詐欺とかだったらちょっと引くけど、うん、まあ別にいいと思うんやけど、でもまあでもそうだから、だから迷惑かかるからね、でもそういう意味では、はい、いろんな迷惑かけるし、はい、柏村君からのいろんなつながりもあるじゃん、はいはい、そこに迷惑かける中で僕はやっぱり柏村選手の距離感で言ったら自分の意見としては、はい、いろんなものが明確にした情報を得てから言わないと、はいはいはい、ジョニーと一緒になっちゃうんですよ。思ったことを情報を得たことを僕と細川バレンタインと同じになっちゃう、好きなことを言ったり、でもそれは情報を全部得て、はい、例えば横田の意見と、はい、コルちゃんの意見を両方聞いてから話さないとダメですよ、わかります、はいはいはい、片っぽの意見聞いてたんで僕はコロちゃん側の意見だけでいいと思ってますけど、うん、という話もいろんなあるじゃん、はい、でもそれはダメだと思うんですよ、はい、両方聞かない、まあ、両方聞かないってね、聞いてやらかし、中には間に入ってそれをくちゃくちゃにする人いますからね、はいはい、情報を、まあ、確かに憶測だけで言うのは、うん、だから俺はこれに関しては、でも秋元としてはやっぱり情報としてインフルっていう話がこういう話だし、はい、これ何日前に秋元に連絡あったんですかね。それは軽度の前の日ですよ、かわいそうっすね、秋元も体作っていって、うん、結構大一番だったでしょうしね、まあでもこれはあとあれですよ、はい、その
この試合以外にも、はい、で木下君とエビ中選手も、はいはい、エビ中選手、まあ、正直言って今回インフルエンザになってた人結構多いんで、うん、それが間に合った人もいるし、はい、エビ中選手も一回病院行って良くなった時に次の日の朝に、はい、救急車に運ばれちゃったんですから、はい、だからそういうのもあったし、はい、まあまあ、これも、ね、さっきの興行の話になっちゃうと、はいはい、これは他団体の方もすごく言われたくないんですけど、はいはい、実はまあいろんな団体さんは、はい、まあ、例えば対戦相手が、計量オーバーだったり、はい、直前の怪我すると、はい、消えなくなっちゃうじゃないですか、はいはいはい、そうするとその原因になった選手が、はい、対戦相手の売ったチケットも買い取られるんですよ。へえ、はい、わかります。はい、まあでもそりゃそうですけどね。でも、はい、そりゃそうだったらお前ね、はい、ね、対戦相手売るやつと売らないやつによって変わっちゃうし、確かにコーチと試合したら試合してそうやって全部買い取れてる。コーチと試合したら多分20年のぐらい来なかった。でも外国人そんな契約書受けると思う？あ、確かにね。でしょ、難しい問題ですね、それは。そうだから俺からすると、はい、それは負担が大きすぎると実際、はいはい、だからうちに関してはやっぱり自分が怪我した方は、はい、自分のチケットは頑張って売りなさいと、はいはい、自分が原因だから、はい、でもそれも金額次第ではうちも返してもらっていいよと、はい、で対戦相手の方は、はい、うちは全部返してもらいます、はい、だから払わせないです、失敗した方に。ちなみにこれじゃあ秋元先生ギャラはやっぱさすがに払われてないですか？払いました。払ったんですか？払いました。これちょっともっと言った方がいいんじゃないですか？払ってギャラも、はい、ギャラ払って秋元選手のチケットは全部こっちが買い取りました。買い取りというか戻してもらいました。ピカが興行主だったら絶対それやってないですよ。でプラス、はい、さっきの木下君が亡くなったから、はい、木下君のチケットも、返してくださいと、はい、いう話してます。で木下君にはギャラ払ってます、はい、柏原選手にはもう別に罰金とかないってことですね。罰金とかでそのチケットどうするかって話もあるじゃん、うん、そうっすね、買ってたから、はい、そのチケットの話もできてないんですよ。まあまあそうかそうか、今はね。だから正直言って、はい、そのチケットが当日に来るのか、はい、来ないかもできてないんです。そっかそっか、いやそうなんですね、はい、だったら俺ら売りたいんですよ、はい、当時券でチケットなかったから。そうですよね、はい、それもできなかったんですよ。分かるでしょ実際、はい、だからじゃあそれ、まあ、はっきり言うけど車椅子で来られる方もいたんで、はい、車椅子の場所を用意するのかしないのかっていう問題もそこまでできなかった。そっか、だから一応はそのね部分だけど、もちろんね、エビ中選手なんかも、はい、自分はやっぱり相手のチケット、木下君のチケットを買い取りますって、はい、今、なんか、言ってきたんですか？いや、結構他の団体はそういうの多いんですよ、はい、実は、はい。って言うから、いや、うちは結構ですと。ルールで買い取らなくていいんで、いいですって言ってますよ。さすが佐伯さん。じゃないと、はい、俺はそのぐらいが興行主のリスクだと思うんですよ。かっこいい。だったら、売るやつとやりたくないですよ。まあね。試合オファーをするときに、すいません、相手何枚売りますかねって言って、売るんだったら、気になるな。売りさせますわ。ちょっとそうすると、万が一失敗したら大変なことになるんでって、はいはいはい、じゃあ10万のギャラのやつが100万罰金はないじゃん、はいはい、そうですね、100万のやつ100万でもありますよ実際、分かる、それなりの選手で、だからそういうのも実はあなたが知らないルールで言うと、はい、いろんな団体さんはそれですよ。他の団体は普通そうですよね、はい、多分罰金とか取ったらチケット代も、そうただ佐々木さんむちゃくちゃなことまた言うんですけど、うんうん、正直インフルエンザであろうが、うん、その日に約束して体重とかも約束してるんですから、それで出れないんだったら僕反則負けでいいと思うんですけどね。反則負け、失格負けっていう考え方も。だって三崎和夫はちなみに出てましたよ、インフルエンザでも。今その前にインフルエンザだったら会場来てくれるダメです。そういうこともあったか、はい、もうコロナもそうだけどドクターももうみんなノーって言います。あ、そうかそうか、もう会場も入るなってます。それ隠して出たらどうなんですか？隠して出たら誰も分かんないじゃん。まあでももしバレたらめっちゃ隠して出たら誰が分かんない、はい、まあまあ、でしょ。それは違う団体さんでもその疑いがあって、はい、大会もそういうのも熱出て、はいはい、もう会場も来るなって言われて知らなくなるしね。会場来るなって言います。まあ僕結構その辺古い考え方なんですよね。そうでもこの日で約束してるじゃん、計量オーバーしたってそいつの失格負けと思うし、うん、インフルエンザも一応自己管理の甘さでもあるじゃないですか、まあまあ、だから失格負けとか別に濃厚で失格負けとか中止っていうのは微妙な話ですよ、うん、まあ、まあそれで勝ったってまあ嬉しくはないでしょうけどね。まあ、そうだったら体重まで一応やらなかったね。そうなったら計量までやってからにした方がいいよね。ああ、なるほどなるほど。クリアして、はいはいはい、でもそうすると前の日でこれから水抜きする前に言うのかって難しくない？難しい問題です。
下手したら死にそうですね、そんな時に減量させるのもね。そうだからそこでまたいろんなものが起きるでしょ、今の流れでそこまでやらせるのかって話なんでしょ。でも軽量オーバーはマジで失格負けにしてほしいですけどね。どこと軽量オーバーしたらその日の約束でそうやってフェザー級で例えばやってて1キロオーバーとかだったらもう負けにしてほしい、そいつを。ん負け、いや軽量オーバーしたやつは失格負けにしてほしいと思う。どうすんの、いやもう試合もなしです。まあ工業的には困るでしょうけど、うん、それで相手も納得する、まあね、あとファンが納得します。まあね、試合見たいですね、とりあえずね。その通り。だから俺言ったのは、まあね、難しい。だから例えば、はい、今回の件でもそうだけど、はい、例えばクレベルの試合もそうだったし、はいはいはい、じゃあ例えば会の試合も、はい、あれがなくなってチケット返せ、はい、ペーパービュー返せっていう人がいる限りは不可能。まあそっか、そういうことがあんな興行やってたら全員がもう仕方がないね、競技的にオーバーしたらなくなりました、はい、それで仕方がない、チケット買ったのも、はい、もう返せません、はい、っていうのはみんなが納得するのはその俺ら楽に決まってるじゃん。そうですね、それを文句言うやつがいるからこうなるでしょ。そうですね、まあ、確かに違うよ。確かに、確かに佐伯さん側の立場だったら、いやじゃなくてファンの立場、はい、まあ、じゃあクレベルと次の試合の試合で、はい、いやそれなくなったのってなるじゃん。確かにとりあえず見たいのは見たいです、ね、そういうこと。確かにね、そういう、まあ、そういう文化をもうやめるのかし、あと早く止めたとか、はい、止めるの遅いとかで、はい、早く止めたも安全も安全で、はい、それでみんなが全員選手、ああなんで早く止めたとか、はい、そういうのもなくなる、誰でも止めたよ。確かにね、そうですよね、文句言われたりもするんですよね。そう、早めに止めたらね、そう遅く止めても怒られるし、そう考えちゃったら、はい、みんながそれで偏見もなく、はい、何もなくできますって話よ。そうですね、そういうふうになってほしい、はい、俺ら的にははっきり言いますけど、はい、じゃあそれがなくなりましたけど、はい、チケットもみんな例えばお前の応援で買いに行ったけど、はい、なくなりました、はい、ね、お前あの相手がね、はい、お前の相手がなくなって、はい、なくなりました、分かった方チケットちゃんと買うんですよ、返していいって言わない。そうですね、いやそれはそうなんですよ、それ受け付けちゃダメだよ。そうですね、そういうもんですって。確かに、でしょ、競技なんでそういうもんだって。チケットで返してくれてそれはなるんですよね。でもならないじゃん、はい、でも競技でしょ、なくなったことも考えなかった。そうですね、それだったらいやごめんなさい返せないんですっていうのを言えず、それが当たり前の MMA の業界になればみんなそうしますよ。いやいやお前の試合なくなって俺行くわけねえじゃん、返せよ。まあなるっすよね、そう。でもそういうことや。でも他の試合もありますよねって、はい、工業自体中止ないですよねって。そうかそうか、でしょ、はい、で例えば会の選手の試合、会の選手がなくなっても、はい、で会のために行っても、はい、じゃあ行けないじゃんだっても、はい、それでもいいようにしてる感じ、はい、違う、はい、じゃない、はい、いつかまた喋って、うん、って思うよ俺。だからそういうのもそうじゃん、はい、それが全員が軽量オーバーしました、はい、なし、明日はなしです、じゃチケットもそのままにしてくださいと、はい、で全員が通るならいいよ、チケット返せ、ペーパービュー買えない、ね、まあ、どうか言った人間がいる時点でもう成り立ってないんですよ。確かに、だから会が勝って喜んでるんだったらあれ怒った方がいいよ、はい、こんな試合やりやがったってみんなが言えるんですよ。そうですね、まあそうですね、僕のその理論だったらそうしたらそうだったらそれクレベル鈴木亡くなって、クレベルも死ねえって言って出ないでしょ、もうなんかやるなよって言ってみんな合意するでしょ。じゃあ例えばあの試合が、まああの試合は無料でやったけど、はい、あの試合亡くなってもみんなペーパービュー買いましたかって当日。そうですね、でも苦肉の策でそうするしかないですよね、興行。だからそういうもんだと思うのよ、だからそこが全てだし、はい、やっぱりなんていうかな、ね、アマチュアスポーツじゃないっていうか、はい、やっぱり営利目的でもやってるわけだから、はい、そうなっちゃうね、実際俺らはそうしても楽だもん、はい、全然楽だよ。そうですね、でしょ、うん、オッケー、はいはい、ちょっと佐々木さん、じゃあ1試合目から電話大丈夫ですか、はいはい、なんでこんな電話するしつこいな。長いっすね、助かるよ、なんだろう、ちょっと行けたはい、佐々木さん、じゃあ、はい、ちょっと第1試合から、はいはいはい、信原空 VS 菅良生、はい、これですね、まず、うん、アマチュア何ルールって書いてある S ルール、はい、これ何なんですか、なんかパウンドなしと勘違いしてたっぽいですね、ドミネーター、だから鈴木アナと、はい、鈴木アナに俺が収録終わって、はい、家帰って見てた時に、はい、解説来てあれと思ったから鈴木アナにすぐに LINE しました、はい、てかちゃんと見るんですよ、その後見るよ、
へえ、試合を見返すんですか。そうそう、見返す。で、連絡して、あ、すいませんと。で、ヤマスからも今日電話があって、はい、間違ってすいません。ね、なんかちょっとだけ荒れてましたよね、うん、だから S ルールってのは、去年の秋ぐらいからできて、はい、SP ルールっていうのは、パウンドがないんですよ。はい、S ルールがパウンドがある、アマチュアルールが解禁になってるんですよ。なるほど。だから S ルールだからパウンドあるんですよ。てか、なんでそんなルールなんですか、そもそも。何よ、普通にもう刺したらいいじゃん、2人。いや、まだプロじゃない、アマチュアってことです。だからパウンドはあるけど、3分2ラウンドでサポーターもしなきゃいけないです。でも、信原さんなんかも結構何年もやってるでしょ、MMA。そんなやってないと思うよ。いや、歴で言ったら、その練習含めて。1年半ぐらいじゃない。そんなもんなんですか。そう。でも、信原自身も、はい、海君がアマチュアで経験を積ましたいってこと。まだプロにはしたくないってこと。相手も相当若いですよね。相手も17歳でしょ。だから、そういうことで。相手もそう、まだプロじゃない。はいはい。だから3分2ラウンド。なるほど。で、膝当てです。だから、実際、うちも当日膝のとこ忘れて、はい、会場の人に行って、マジですか、打ちました。大変だったですね、うん、だからそういう、だから、はい、だからルールが違うと。だからプロに近いルールと、はい、だからどっちかというとあれですよね、フューチャーキングのルールに近いですね。なるほどなるほど。はい、でも膝と、なんていうのか、顔面膝とか踏みつけとか、はい、肘はないですよと。なるほど。そういうルール。それアナウンスしてもいいんじゃないですか、試合前に。何よ、そのルールを。この試合はパウンドありで、なんかよ、まあそこまで余裕がないの、なし、はい、お宮がお宮がね、いや、はい、そう、余裕がないの。そんなのをこっちは求めてるで、はい、そうですよね、うん、お宮さんが悪いですね。そう、余裕がないので、この試合なんて僕ね、うん、17歳に信原空が負けたっていう、僕これ生で見てなかったんで、リアルタイムで、うんうん、でそれ見て、マジでと思ったんですけど、うん、試合見たら僕信原空良かったっすけどね。うん、まあだから本当に、はい、これが3分2ラウンドの決定ですよ。ああ、はいはい、はい、だから2ラウンド目に、はい、ほぼ全部三角とかの体勢の時間が、はいはい、まあ、あれで負けたっすね。だからあれがもっと2分あったら、はい、スタンドになったでしょ。そうっすね、残り30秒ぐらい、はい、あそこから2分半、はい、スタンドの攻防で、はい、ちょっといいのあったらこれ逆転ですよね。そうっすね。だから3分2で、うん、だからやっぱり3分2って1回、はい、2回テイクダウン取られたらもう損じゃない。確かにそうっすね。序盤でテイクダウンされたら負けたら、だからアマチュアルールの決定ですよ。なるほど。そう、だからそれはじゃあ決定的に何かの差があったかっていうと、はい、あそこになっちゃうからね、実際は。信原よかったけど、構えもめっちゃいいし、そうだからフィジカル強いから上行きそうやけど。そうだね。ただまあ難しい、まだ経験しないと、向こうもそう言ってもまだ若いし、はい、そうですね、経験そんなにないからね。信原さん何歳なんですか。いや信原さん23歳。しか、関選手は結構強いんですか。17歳。まあでもその前は安井君には一本負けしてるからね。安井ヒューマンに、そう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 、パラエスター八王子って僕すごいいいと思うんですよね。うん、なんか塩田さんですね。うん、そう、だから塩田さんどこでおったら間違いないと思う。だからそういう意味では、はい、うん、まあどの練習環境がいいとかもう分からないけど、違う、はい、まあ経験じゃないですか、ね、やっぱあの時間の長さを、はいはいはい、あのなんか違う方法を行くしかなかったよね、実際。で17歳なんか体できてないのか当たり前なんで、今後絶対ね、今の時点ではそんなフィジカルが強いように正直見えなかったですけど、今後活躍していってまたこの2人が当たっても面白いですよね。だって上がっていってこの人は、はい、三試合目ですかね、 JTT と。ああ、はい、安井君やって、この間小芝君やって、はい、野村君全員 JTT。 なんで JTT ばっかり、たま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 ちょうどいいんですかね。そう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 、一人 JTT で。でも17ですごいと思うな。あ、まあでもこれはマジで両方僕期待できると思います。うんうん、じゃあちょっと次行かせていただきます。はい、ちょっと兄さん、はい、ね、ちょっと見るじゃん。はい、その次、はい、下からなんですかね。はい、リキア VS 尾崎蓮、うん、どうでしたかこれ。お前リキアファンだろ。なんでですか、まあ、なんでで比例すんのも申し訳ないけど、もうリキアはね、もう雑、とにかく今回でもタック行ったのにね。あ、行ったっすよね。いつもと思ったっす。いつもと強かったっすよね。うん、いつもなんかとりあえず殴り合いだけって感じだったけど、うん、いきなりタックル行った。タックルは良かったけど、うん、もうキープ力とかもうないし、上になってどうしたらいいか分からない感じですよね。まあでもそこははっきり言うけど、やっぱ尾崎が強いんだと思います。なるほど。尾崎も結構いい選手なんですね。もちろん無敗です。無敗なんか、はい、でフューチャーキングも取ってます。うーん、で去年でずっとクロスオーバーとかに出てて、はい、去年のうちの名古屋大会に出て、はい、ライジンにもでも勝ってるやつに KO 勝ちしてるし。何出てるんすかそれ。名古屋大会でなんてやつですか。それ福島君じゃない。ライジン出てるんすかそれ。そうそう、名古屋大会です。へえ、そう、福島選手でいい選手っすよね。そうで、彼ももともとプロ野球、あ、高校球児なんで、甲子園とか。そうなんですね。でそっからで
もう無敗で結構注目されてます。22、23。そう、だから実際には裏ですげえ注目されてる。あ、そうなんですね。はい、めっちゃいい選手だった。だからそれが逆に言うとその力也の実力もあるんだけど、もうやっぱり相手はそのこれまでやっぱりそういう才能ある感じの子が上がってたのを今の勢いがそのまま出た感じですよね。いやちょっときついけど最近結構巻きが込んでて、まあ、あのコロ戦がやっぱ痛かった、あそこが分岐点のような気もするんですけどね。そういう意味ではやっぱ尾崎選手の勢いとかが、はい、やっぱりここまで負けずに来てるやつの理由が分かる、ね、なるほど。そうですね、うん、確かに力也がどうとかよりも、まあ、まず尾崎がそう尾崎が強豪層に上がってる選手ってまあ、はい、なんていうかな、あの今去年デビューした、はい、あのうちの中原太陽君もそうなんだけど、はい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 、そういう注目されてる選手なんで。中原太陽って言うんですか。うん、過去の選手じゃなくて、あの中塚さん太陽だ。あ、そうですよね。あ、中塚さん太陽。そうそうそう。アマチュアからずっと無敗で来て、はい、フューチャーキング取ってっていう。はい、でも一社こういう若手が、ね、いっぱい多いですよね、若い選手が。だから特にフューチャーキングやった連中はみんな強い。優勝したやつは。尾崎連ちょっと注目しておきます。はい、はいはい、ちょっと次行かせていただきます。はい、次が平松翔 VS 魚井フルスイング。うん、どうですかこれ。まあ戦前の予想通り、はい、お見合いになっちゃいましたね。ね、全然手出さなかったさ、お互いが。そうだから、はい、あのね、ストライカー同士って言って、はい、まあやっぱり、はい、平松さんも入れないよね、怖くて。あ、いや僕だからね、僕ねこんなに前ですけど、上フルスイング相手にフェイントかけまくったらいいと思うんですけどね。そしたら大振りで振ってくるから、そこから行ったらいいのにっていう。いやだからもうやっぱりちょっとちゃんと見てるよね、圧力はかけるけど手は一切出へんから。魚井君も、もうなかなかいけないじゃん。そうですね。だからまあ予想通りの展開になってね、この一番ストライカー同士のあのなんていうの失敗作っていうか、まあまあね、予想手数はマジ少なかった。だけどやっぱりもうでどうしようってなるじゃん。まあ平松君もちょっとねこの前に負けてるし、実際にはもあったし。当たり前負けてるんですか。宮城に負けてるし。あ、宮城に負けてるし。あ、見たわ俺その試合。うん、あと龍一って選手、キャンプでした。20歳だから、そういう意味では私フルスイング選手も、はい、うん、まあでも最後が最終的にそう言いながら組むんじゃないかと思ったら、そのまま言ったから一切 ね、フロントですよね最後ね。そうだからちょっと、まあ、予想外の感じだったね。そうですね、フルスイングはライジンとか出たのにちょっときついですね、ここで負けちゃって。そうですね、だからそういう意味では期待感のみんなが思った、もちろんこれこの試合がダメって言ってないですよ、はいはいはい、ダメって言ってないけど、みんなが求めた試合じゃなかったんで、うん、平本選手勝ったんだけど、まあね、会場そこまで会場的には、うん、あれちょっと違ったかなっていう感じの空気でしたね。確かに、あれこれで勝つのって感じだった、まだフロントまあ得意なんでしょうけどね。そうそう、うんうん、OK、じゃあちょっと次いきます、うん、川名勇気 VS 倉本大吾。まあこれに関しては、はい、倉本目線で言ったら、はい、元艦隊ヒーローと世界王者の川名を食えば名前が上がるじゃないですか、まあね、だからそういう意味では、まあ、作戦通りに多分自分の勝つっていう試合をしたと思うんですよ、はいはいはい、で一方川名選手に関しては本当のこと言ったら、はい、差を見せたいんで、じゃん。そうですね、ね、この前格で言ったらね、まあまあ年配によって、うん、やっぱり川野選手のここ2年ぐらいの試合を見た通りに、うん、もうなんていうのかな、武器がない、武器じゃなくてもう何もない。もっと言いたいこと言うな。いやいや、俺はだってマネージャーにも言ったもん、うん、もうオーラもないし、うん、もうなんか勝てそうな気もしないって。船長でもなくなりましたしね、もう。そう、船長もなくなってきゃ、うん、だから多分プライベートでいろんなことが起きすぎて。あ、そうなんですかね。起きたのよ、だってもう店もやってないじゃん。ああ、そうかそうか。でやっぱり VTJ 出て中村大輔に勝った時とか、ああ勝ったんですか、最初頃って本当強かったじゃない、うん、金さんと武田とかで見にやってて、はいはい、やちって、まあ、めっちゃそうそう、はい、その頃もうその姿が何もない。やっぱピカンとこ行ってからおかしくなりますよね。まあピカンとこもそうだけど、ね、もうリング上上がった瞬間に勝つ気がしないもんね。まあ確かに、てかもうマジ武器がない、もう見てて、うん、昔は当て感も良かったんだよ、うん、だってお前西川君との試合だった。ああ、やりましたね、はい、なんていうのすごい騒がれたじゃん、いい試合が始まるって見たら、うん、でも今何も発揮ないくない。まあないですよね。だからちょっといろんな自分の起きた人生を背負いすぎて、完全になんか、
もうイエスメイズのオーラがなくなってる。やっぱピカのとこ行ってからさ、おかしくオーラがなくなってる。いやでも行ってないよ、もうピカにとこ行った初日からもオーラがなくなってたんで。いやいや違う違う違う、2日目からか。違う、そこは違うと。やっぱ初日やな。ちょ、違う違う。だから俺も正直言って、はい、まあ厳しいかとすると、はい、この1、2年でこんなに落ちた選手は見たことがない。そのぐらいオーラがなくなる。確かに、まあ言ってることわかるです。だから黒本選手とは、としては勝ったからいいよ、うん、でもやっぱりちょっとあの内容的にはもうちょっと言ってほしかったなって思っちゃうね。仕留めれてた気しますけど、正直黒本選手は。でも黒本選手からしたらもっとシュート世界王者に勝ったんだからね。まだデビュー行っていないんで。でもそんな騒がれてないと思いますよ。だからその内容的に、あ、分かるでしょ。だから彼も今ね、これ世界王者勝ったら次期待するしかないじゃん、 JTT として。これもそうか、 JTT か。はいはい、そうです。なんかあんま印象残ってない、正直この試合自体が。まあカーフが効かせたりとかしてたけど、うん、そうね。だからそれはもうしょうがない、はい、うん、っていう感じ。まあ、川名、ね、店長は一旦ピカのラインを、ね、ブロックから削除するのがまず第一かななんて思うんですけど。それは分かる、はい、そう思いますよね。それは全く思う、はい、じゃあ次いきます、うん、あ、この試合ですよね、五明ひろと VS 木下空手、うん、この試合は良かったし、まず CMA からこれめっちゃ注目してた。うん、そうね、うん、あの引きがあった試合だったね。うん、ね、試合もね。じゃあ空手の種類も違うし、うんうん、ね、これ面白かったな。まあ逆に言うと、はい、あの今大会の中で、はい、まあどっちかというと1、2番ぐらいのインパクトを与えた選手でしたね、はい、木下の試合が、はい。そうですね。って思いました。だから、うん、関係者とかも、うん、みんな木下がいいって言ってましたね。なんか佇まいが佐藤翔光みたいじゃないですか。なんか達人みたいな感じがして、僕すごい好きなんですよね、見た目が。うん、なんかオーラあるっていうか。うん、まあちょっと2人ともそういうことで、2人とも変わり者みたいになっちゃうから。そうです。いやでもめっちゃ良かった。だいぶ変わってると思いますよ、木下の方が。まあね、でもまあでも彼は勝った試合 100% ですよね、フィニッシュ全部。今日いい選手っすよね。てかあのこういうだって、はい、格闘第二選手でユンチャンピンが優勝してやん、はい、その後ワンマッチで KO しちゃったから。そうなんですね。ユンチャンピンが人生壊しちゃったから、こいつが。へえ。だから勝つ試合全部フィニッシュ。なんかこの試合を終えて久保優太の評価がすごい上がってるんで、そうですね。やっぱ久保優太すごいなってなってた。でもあの試合はどっちかって木下が、はい、久保の打撃が強いと思って勝負しずに、はい、首にいっちゃったよね。ああ、まあまあそうですね。今だったら変な幻想で、確かに。そう、今だったら逆に言ったら、うん、打撃でやった方が良かったかもしれない。まあね、そう思った。確かにそこまでさらない行きやすい MMA の打撃だったら、そのぐらい結構木下が強いと思う。いいっすよね、うん、打撃。逆に5秒はこれ負けたら痛すぎる、うん、まあ甘くない世界でしょ。こういうやっぱ同キャラ対決、あの太田氏の舞台倉本和真のあのレスリング対決もそうですけど、こういうので負けたらまあめちゃくちゃ痛いですよね。そうだから見る方は面白いけど。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。いやこれでも逆にそういうのがこういう結末で KO で終わるっていうのがまたいいじゃん。まあまあそうですよね、物語として。そうですよね。そうでしょ、中途半端な状況になっても難しいでしょ。そうですね、ね、やっぱ5秒終わったら正直僕組み技があんまできないって結構聞くんですよ、うん、俺でもね今回組に行くって聞いてたからね。そんな作戦さゆきさんに事前に言ってるんですか。噂でね、噂でね、言って聞いたんで、うん、多分木下は組の方が弱いんじゃないかって思ったんでね。やっぱ組んでて全然むしろ木下空手の方が上の感じしましたけど、パワー的に。うん、でもやっぱ打撃で負けたんが痛すぎる。だから木下に関しては本当に期待持てますよね、はい、今後が。そうですね、めっちゃ、うん、いやマジ見た目が好きなんかって、うん、俺みたいな意見多いと思うんですよ。いや木下人気出ると思いますよね。うん、木下空手だいぶ変わってるからね。あ、そうなんですね。うん、俺もあんまり体験したことない人だったよ。へー、うん、僕一回だけ喋ったことあるんですけど、あんまり分からんかったけど、うん、でしょ、はい、俺も慶応の日に喋りかけられたけど、はい、何言ってか分からなかったもん。どういうことですか。いや本当にどうわかんないですか。わかんない、だってマイクもわかんなかったでしょ。ああ、まあそう、確かにポカンとしてましたね。うん、ちょっと独特ですよね、うん、これはこれで人気出そう。マジ佐藤翔子みたい、うん、はい、それでちょっと、まあ、翔子さんも変わってるからね。いや変わってる、もうめっちゃ変わってる。変わってるけど細かいよね本当に。この間もう飯行ったら、はい、全部みんなでもう撮ったりするし。佐藤翔子がですか。そう、何そのエピソード。そうそうすごいよ。そんなことするんですね。すごい。そう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 。オッケー。ちょっと木下からで次行きたいですね。はい。はい、うん、あ、これも面白かったけど、今回いい攻撃でしたよね。うん、福田龍也 VS 宮城俊介。準備さん、お疲れ様です。お疲れ、お疲れ。お前、前から聞きたかったけど、はい、野菜ちゃんと食べてるか？僕ですか？うん、はい。よく食べてないよ。背見たらわかる。全然エネルギー。
しっかりビタミン取らんとエネルギーが代謝されへんのよ。エネルギーが代謝されないから僕は背が低いってことですか。全然エネルギー取ってないの、もう丸ばかりや。食ってるかもしれん、ちゃんと、はい、でも、お前みたいなやつのためにも、はい、サプリメントで補えるから。バイタさんのビタパワーや。ジョビンさんはこれを飲んで、そんな健康的な体に健康的な、大きな体になってる。大きな体に俺が毎日飲んでんのがこのビタパワーや。そのビタミンだけじゃなくて、亜鉛とかマカも入ってるし、はい、マルチビタミン特有の臭い目なく飲みやすいのよ。ジョビンさんは亜鉛とかマカパワーって、どういう効能があるんだ。霜が元気になるんだよ。霜がすごいぞ、細川くん好きですね。福田龍也 VS 宮城俊介、うん、どうでしたか。どうでした。いや、まあ、ちょっと驚きだったね、うん、でもう僕なんか最近やっぱ負けた選手のことを考えたらすごいなんか切ない、胸が苦しくなる。さっきの5秒もそうやけど、だけどこれさ、実際どうなのと思ってたバンタム上げて、はい、そうっすよね。で思って、確かに確かに、うん、でこんなにまあ知ってたし、はい、こんなに福田強いんだって。いやいや確かに確かに、そういうことでしょ。まずバンタムが不安だった、大丈夫なのか、辛いのがいいんじゃないかと思ったから。だからそれがこういう、あこういう的な、こういう内容で終わるとはまさか思わなかった。確かに動き良かったし、あっさり終わりましたよね。そうだから逆にこの衝撃高に話しちゃうと、うん、はい、福田君と空手の衝撃は大きかったね。確かにね。ねえ、なんかすごく福田君に対して今後の期待感が高まったよね、はい、めっちゃ高まった。いろんな見たい組み合わせあるもん、バンタムだったらね、うん、すげえ。だからね、宮城選手もこれ超えてタイトルマッチなのかどうかっていうところでやってたけど、まさか、でもまあ一つ、ね、結局ね、俺分かんないよ、はい、チャンピオンって強いんじゃないの。まあね、そりゃそうっすよね。っていうことじゃないの。そりゃそうっすよね。で、やっぱり、それじゃないとトーナメントも優勝してね、そこまでやっぱり、やりきってきた人間じゃないの。そうっすよね。みやびは無敵から来てるんですよね、うん、ですごいアジャストしてるなと思うんですよね。首が強くなったからね、実際は。でこれまた打撃で負けてるのが痛いよな、うん、組で負けるんだったらまだいいとしても、うん、でも福田が強かったと思います、僕は。もちろんもちろんそうなんですけど、でも儚い競技ですね、佐伯さん。そうだからこれが違う、これ福田以外のフライ級の選手は上がってたら分かんないでしょ。そうですね、全然宮部、まあ、強いし、福田君が強かったと思います。そうです、ね、だしやっぱり減量がなかったのが楽だと思いますよ。で実際これあってそう、バンタムに、はい、前日計量が新幹線、はい、トラブルで、はい、2時間2、3時間遅れちゃったんで、へぇー、知らなかった。フライだったら偉くなったって言いました。最悪っすね、それ。山陽の方で、はい、山口の方で人身事故で、そこで計量2、3時間遅れちゃった。へぇー、そうなんす、落とす時間もなかった。そうなんすね。そうだからバンタムでよかったって言った。へぇー、また福田選手フライ級はね、いろんな組み合わせ見てたけど、バンタムで楽しみですね、ね、いろんな組み合わせ。じゃあちょっと次いきます。はい、イーソンハ VS 江藤公弘、うん、これも良かった、うん、まあ良かったっていうか、まあまあまあ、はい、一つは、はい、やっぱりね、江藤選手ってどちらかというと、はい、あの付けて勝つとかね、そうですね、あんまり黒ところ見の試合ですよね、なんていうかな、そういうイメージあるでしょ、いろんな、うん、でそういう中でまああんまり内容的には期待したくないっていうタイプだったから、はいはいはい、まあでも雷神の勝ち方は良い勝ち方だけどね、ヤンボ戦は実際、はいはいはい、でそういう中で今回試合で、はい、まあどっちかというと結構大力戦やってたじゃん、そうですね、1ラウンド目、はい、で結構やられてたよね、イーソンハの打撃、うん、でイーソンハリーチ長いしやりづらそう、これ、はい、そうだから俺らからしたら江藤これ組んだら余裕だろうっていう感じで、江藤今回はなんとかベルト返せるだと思ったら、1ラウンド見たら、はい、おちょっと待ってよと、はい、やめんじゃないかって思って、そうですね、はいはい、でしょ。でやっぱり、まあ、慶太郎選手と練習してるせいもあると思うんですよ、はいはい、慶太郎選手打撃結構いるじゃん、そうですね、そういう意味ではなんか珍しく打撃すごくいったよね、うん、そうですね、江藤選手、はいはいはい、あんなに打撃にいくことないんですよ。いやいやいや、確かに確かに、でも低空弾だけですもんね、そうそう、はい、だからそこがやっぱり慶太郎君とこんだけ練習してきた、はい、やっぱり引き出しが増えたのか、でもそれによって怖いとこもあったじゃん。でも一発ヒヤッとしたけど、まあ、結構ガード硬いなと思ったんですけどね、で、まあ、だからそういう意味では、うん、自分がその気持ち変わって子供生まれてからっていう攻め方と、はいはいね、イーソンハン選手のスタイルが噛み合ったからいい試合になったんじゃない。まあまあまあ、まあ、確かにいい試合あんまりするイメージはね、派手な試合はしないですよね。だから逆に言うとイーソンハン選手強いなと思ったよ。
打撃は相当強い、ね、そんな腰重くないけど、でもだから俺はいい選手だと思ったし、うん、でまた1ラウンドがあれだから2ラウンド目が取った時に、はい、やっぱりベルトを韓国に持ってかれた、はい、日本に戻したい、はい、っていうことも含めて、はい、勝った瞬間の湧き方が異常だし、はい、うわーって、はいはいはい、やっぱりみんなが日本人を応援してる感じがあったじゃん、はい、だから僕は言うたら江藤選手は何て言うの、多分今までの格闘技の人生で一番会場終わってると思うんですよ、勝った瞬間。なるほど、うわーって、そうですね、そうですね、確かに、確かに、でしょ、だからそういう意味では、うん、なんていうのかな、ドラマ的な、はい、なんていうの、逆転もあったし、はい、っていうのは、はい、会場としては大満足でしたね、やられて、おい、大丈夫かっていうのも、そうですね、大原辻が負けてるのもあったし、そうそうそう、ね、そういうのも含めた時に、それが出た試合だとね、過去最高でしたね、江藤選手として絶対そうと思う、絶対そうと思う、難攻不落で江藤攻略するの難しいで、僕がファイターだとやりたくないですけど、一番そうマジで嫌なファイターだから、はい、これ言えるのは、はい、ない時のやつはみんな絶望してる、ね、絶対やりたくないですよね、江藤かって、江藤かってでしょ、そうですよね、でしょ、いい試合できる気もせえへんし、正直だから最初まあ、イーソンハン選手に江藤が行くことになった時に、はい、韓国側には悪いけど、はい、無理よって、江藤には勝てないよって言ったんですね、もうそれは無理だと思うよって話、はい、でも、はい、穴があるんだったら打撃食らうからせやるじゃん、まあまあまあそうですね、だからちょっと危なかったですね、そうそうですね、うん、だからそういう意味ではライト級は結構みんな江藤君がチャンピオンになったことは、うん、みんな嫌がってきてるから、タックルさえ切れればね、切れないでもレスリング強いもんな、うん、だってさ、うん、やっぱり異常に強いってみんな言うもんね、はい、ね、金原君でさえ言うもんね、あ、そんな言ってるんですか、はい、ゲートを組んだことないけども強そうっすもんね、うん、ほんとすごいと思うよ、うん、はい、はい、ちょっとあ、すいません、ちなみにイーソンハンはもう出ないですか、まあでもまずブラックコンバットのベルトの防衛戦だけでしょ、そうか、そうか、そっちのベルト持ってんのか、そう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 、うん、いい選手ですよね、いい選手です、うん、あのめちゃくちゃ人気だしね、韓国で、あ、そうなんですね、うん、見た目もいいっすもんね、そうそうそう、オッケーですよ、あと2試合いこう、はい、神田光也 VS 蒼井仁、うん、どうですかね、この試合、まあ予想はしてたけど、はい、動かなかったね、え、これちなみに蒼井が勝ったと思いました、俺、はい、終わった時、はい、絶対に割れると思った、まあ割れると思ったんですけど、どっちと思いました、分からん、あんま考えてなかった、うん、どっちでもいい、どっちでも、まあ、まあどっちでもよかったけど、もう俺はだからこの試合とロッキーの試合は、はい、終わった後に、はい、なんだっけ、ジャッジペーパー全部見ました、で見たけど、ああそういうことねっていう感じの、だからポイントは、はい、まあ、結局これ2回警告出てるんですよ、ああそうでしたっけ、はいはいはい、だから2回出てる時点でもうどっちがどっちかって言えないんですよ、この話、はい、はいはいはい、で明確なのは3ラウンドは絶対 OG で、うん、そうですね、確かに、そうでしょ、飛び膝も3ラウンドでしたっけ、そうそう、うんうん、はい、で1ラウンド最後飛び膝行っちゃってるよ、はい、結局1、2をどっちが誰を入れたかなんですよ、はい、5人のジャッジの方向 にそうなっちゃうと絶対微妙になるんですよ、実際結局、うん、確かにね、だから1ラウンド目にも1ラウンド目も分かれちゃったし、はい、で2ラウンド目は1人だけ青入れてた、うん、あとは完全だった、はいはいはい、だから問題は2ラウンド目に誰入れたのと1ラウンド目に誰か分かれたから、はいはい、で3ラウンドは 100% 青じゃん、そうするとどうしても点数的にそうなっちゃうんですよ、はい、だから一つ言うのは絶対流しちゃダメだよってラウンドマスターだから、そうてか青井選手は何で最後いかなかったんですか、分からん、まあ、1、2ラウンドももちろん思ったけど、うん、3ラウンドはまず分かんないじゃん、どっちが勝ってるか、てか、まあ、若干負けてるでしょ、あの時点で飛び膝までは、飛び膝までは負けてる、負けてるですね、負けてる、であれ聞かして、うん、全然いかなかったっすよ、うん、何やってんのって正直思っちゃったんですけど、うん、だから飛び膝なかったら、はい、は青いに入ってなかったか、はい、まあそこは難しいね、あれがなくても両方何もやってないですよ、まあ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 、まあ、何もやってないですよ、ってことは近くで見たパンチが当たってる感じになっちゃうんですよ、はい、でもうその時点で賭けですよ、そうっすよね、だからそういう意味では1、2ラウンドでもう、はい、例えばだよ、はい、1ラウンドも2ラウンドも、はい、残り40秒テイクダウンしてついただけで絶対どっちかついたんですよ、100%、はい、だからそれを見ちゃったことによってどっちつくか分からなかったのが1になった時点で、はいはい、もうこれもうしょうがないですよ、実際でも青井ね、勝ったからよかったけど、これ判定負けでも全然あったじゃないですか、同じだよ、でもこれ一生後悔すると思うんですよ、最後のでも神田もそうじゃん、だって神田もいけばよかったじゃん、いやまあまあそうか、まあ神田ももちろんそうですけど、でも特に最後聞かせて、だから同じまとめたらいい、同じことやって、結局そう、だから
お互いそうでしょ。だから最終的には、はい、だったらもう過去結果論で言うなら、はい、1、2ラウンドにもうちょっと最後なんかテイクいくとか何かをやるだけでも絶対ジャッジの印象変わってると思うんです、実際。だってうわ絶対にどっちかにつけなきゃいけない、はい、うわ微妙だな、でもテイク最後30秒あこっちってなっちゃう、はいはいはい、本当にそこだと思うんです俺は。確かに、そう、僕ちょっと敵を作る発言しちゃっていいですか、うんうん、神田こうやって僕マジいい選手と思うんですよ、僕好きなんですよ、でもでタックルも素晴らしいじゃないですか、そっから僕何かあったことが見たことないんですよ、キープすら。でも俺思うんだけど、はい、もちろん神田選手もプランあったと思うけど、はい、ロードトゥーもそうだけど、はい、結構あの試合で判定で勝つのが神田だと思うんですよ、わかる、はいはい、だからどっちかというとプランが意外と組めなかったけど、はい、あのプランも俺作戦通りだと思うんですよ、俺は意外と、あだって行かなかったじゃん、全部神田待ちじゃん、はい、実際、はい、近くなってる、だからあのギリギリの中で戦い方で勝つのが彼のプランだと思うんですよ俺はね、はいはい、だからロード2も1回戦は勝ってる、はい、2回戦も徹底したけど負けちゃった、はいはいはい、だからあれでも運よくついてりゃラッキーってことだと思うんですよ。いやいいんですよ、手数とかそんなことはいいんですけど、うん、テイクダウンからのキープさえ覚えたら絶対勝てんのになと思う。キープあもちろん青井選手が立つのうまいとかもちろんあるんですけど、見たことないもんキープして全部の試合で、まあ、だから上取るだけで全て立てるんで、いやだから神田光也選手が、はい、やっぱり今我が牛久ともあんなギリギリの試合してやってるじゃん、はいはいはい、やっぱり神田選手が例えばライジンだったりとか、はい、なんていうのはうちの中でも、はい、神田選手だっていう感じの雰囲気っていうか、はい、トップなんていうのスター選手、はい、スターね、はい、スター選手っていうところにはなりきらないとかそこだと思います、わかります、そうですね、顔もイケメンなのにね、そうそうそう、確かに、うん、そこが多分なんか強いんだけどなんていうのかな、あのみんなが支持するような、はい、そういうタイプじゃないんですよ、で決めてはないのは分かるんですよ、でもせめてキープすらせっかく上取ってタックルあんのに何にもね、いつも期待感がね、もう上取ったって正直、でもそれが神田こうや、これが神田こうや、上取る意味もない、あれをポイントにしづらいですよ、上取ったってそう派手なやつで人気とか言うのも、うん、これが神田こうやなんですよ、わ、ね、かるでしょ、でも、はい、青井純選手は、はい、ここ数試合がすごく良かったから期待しちゃったでしょ、はい、はい、そうですね、確かに確かに、でもそのぐらい入れなかったと思う、神田の人に、いや入りづらいの、神田こうやともう無制したくないです、そうそうそう、まあ、めっちゃ入りづらいと思う、背中いし、だからこそ、うん、やっぱり内容的にはどっちにつくか、だってさっき言ったように2回警告出てるんだから、はいはい、ってことはその時代自体がみんなが、はい、みんながちょっと積極的じゃないと思われるってこと自体が、はいはいはい、もう判定でどっちにつこうかっていう試合をギリギリやってたんです、でしょ、だからそういう意味では陣選手はベルト取るってこれ目標だから一つとしてはあったけど、うん、大会の中ではインパクトはなかったよね、まあそうですね、そうそうそう、確かにあんまり印象残ってない、そういう話だと思います、はい、うん、まあ、僕は青い陣めっちゃ好きなんですよ、まあ、神田光也もめっちゃ好きなんですけど、うんうん、ちょっと今後に期待ですよね、うんうん、はい、ちょっとじゃあラスト、うん、ロッキー・マルティネス VS 酒井亮、うん、どうですか、まあロッキーが落ちたのか酒井が強くなったのか俺にはあんまり分からない、うん、これ前回試合してて最後は1ラウンドの最後ね残り10秒負けてます、うーん、 KO っすよね、うん、まあだから、うーん、正直な話言うと、はいはい、1ラウンド見た時に僕は驚いたね、酒井全然酒井じゃんね、とかやっぱボクシングテクニックめっちゃあるっすよね、で酒井、うん、意外と変なとこ当てるじゃん、はいはい、当て感がすごいじゃん、はい、当て感すごいと思う、はい、でだしロッキーが結構苦労してたじゃん、はい、1ラウンド目ね、やりづらそう、これ取っちゃったよ1ラウンド目、はい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 、おったらまさか日本テレビボコボコやるでしょ、うーん、そうっすね、で、はい、であいつも言ってたけど前に止められて経験あるんで、はい、止められそうだから動くじゃないんですよ、はい、で完全にボコボコやられてじゃん、はい、でもそれでも起きたじゃん、はい、なってじゃん、おーっと待って終わるじゃん、うん、で俺あの時もうそうだけど1ラウンド目絶対10対9で世界、はいはい、2ラウンド目多分10対8じゃん、うん、ロッキーが、はいはいはい、これ3ラウンド目どうなるか、はい、ね、そしたらまさか3の酒井上取っちゃったね、小外刈りで素晴らしいってこんなんできんだと思いましたけど、ね、そうで攻めたでしょ、はい、で残り1分ぐらいであいつがサッカーボールに行って、はい、外れて、はい、立たれて、はい、残り20秒ぐらい運動もらったんですよ、番長で、あれ絶対10対2で酒井なんですよ、はい、わかる、はい、ってことはこれ同点なんですよ計算すると、確かに10対8あ10対9、はい、10対8あ8対10、うん、で10対9じゃん、はいはい、全部やると絶対同点なんですよ、はいはいはい、おったら同じだって全員同点、
で、マスターンテ。これ何対何ですか？5対0。だってマスターンテだからつけなかった。はい、いやマスターンテで 5-0 ですよね。5-0。全員同じ。まあやっぱフィニッシュに近かったらもうどう考えてもロッキーマルティネスですもんね。いや、そういうことじゃないですよ。ラウンドマストの点数が、2ラウンド目10対1でしょ、はい、だからもしもこれ酒井が、はい、ね、もうちょっと3ラウンド目が、はい、パウンドをあのまま31分間落とし込んでたら誰か2人ぐらいジャッジを10対1つけなさ、はいはいはい、そうなったら酒井だったんですよ。なるほどね。あれ、いやでもマストだったらでもやっぱフィニッシュ近かったね、マルティネスですよね。いやいや、その前の試合だったら、いやいや点数ついちゃう。じゃあ点数が同じだったらだから、うん、今回の判定です。そうそう、だからもうそのマルティネス入っちゃうよなっていう。だけど、はい、あれが誰かが10対8を3ラウンド目に酒井につけたら、うん、もう酒井だった。まあでも上取っても何もなかったもんな、正直。上取ったのは良かったけど、あとは残り30秒でもまたちょっと打ち上げ打たれ始めたっつ、はいはい、最後、そうですね、最後の印象も悪かったですね。だから10対じゃつかないじゃん、実際に。そうですね、惜しかったけどな。もうでそれで、うん、もしかロッキーと酒井で誰かが10対8や10対10つけてるやつが、はいはい、いたら酒井になっちゃうんですよ、うん、でもやっぱ10対8やってて、はいはい、だから見てて、ああその通りだねって感じだったよ。ちなみにジャッジペーパーって途中で帰れないんですか？帰れるわけでしょ。やっぱそういうもんなんですよ。もう2ラウンドごとで絶対書いて、あとでやっぱ2ラウンド目絶対急にショートはできないですね。できないできない。あ、やっぱそれってそうするべきですけど、うん、そうなんですね。だってそれ書いて、はい、最後だって足すだけじゃん、はい、足すだけでしょ、はい、足してやってこっちやってこっちは呼ぶ順番を変えなきゃいけないじゃん、はい、じゃないと3対2のやつを先に3に言ってもしょうがないでしょ、はい、ああそれはわざとやってるんですね。当たり前じゃん、はいはい、まあ、そうですね。そんなことバカみたいな話じゃん、はい、2対2ってわーってならないじゃん、はいはいはい、だからもうそれは無理ですよ。なるほど。てかもうこれ引退するんですか、世界で。わかんないね。グローブ置いてましたね、うん、僕でも絶対やめれないと思うんですよね、うん、やっぱこういう惜しければ惜しいほどやめづらいと思う、やっぱ選手。まあでもいい試合だったよね。いい試合だったから、だからそうそうそう、落ちてるようにも見えんし、やっぱ酒井も最後も頑張ったしね。頑張った。だからヘビー級でこんなボクシングテクニックあるやつも、うん、いないっすよ、うん、まあだからそういう意味では、はい、もちろん派手な KO もあって、はい、内容もいいのもあって、うん、内容が厳しいのもあって、はい、一つの興行が全部いいわけじゃない。めっちゃ良かったですよ、もう全体的にね。ちょうどいい。全部がパンパンパンって全部一本過ぎてもいけないし、はいはいはい、そういう意味ではメリハリのきた興行だったかなと思いますね、実際。めっちゃいい興行だった。だから結構早く進みすぎたんで、はい、まあ、VTR もこう全部5本とも流したし、はい、ちょっと早くなんか終わりすぎましたね。満足感めっちゃあった。確かにいろんな試合があったから、いろんな、そうそうね、そう。それじゃあこれね、これを機にディープナンバーシリーズ終わるたびにもここ来るんで、うん、まあそれはお前態度見るよ、こっからこの編集態度が良ければこの編集見て、 いつまでも神宮寺ししまるだけにも独占させないと、佐伯さんを。あいつだって僕らと佐伯さんをだってししまるあれで生きてんだもん、実際いやもうなんか格闘技系に何で寄ってるんですか。でもね、はい、あいつは、はい、多分間違いなくナンバーワンで知識。あ、そんなにですか。すごいよ。へー、だってワードックの選手も知ってる。お前知ってる？何の選手？ワードック。ワードックって何でしたっけ？大阪のちっちゃい団体。ああ。もう選手も知ってるお前。いやもう全然ワードックわからんかったぐらいですもん今。それぐらいまで選手全部知ってる。へー。キックもほぼ知ってる。もう好きなんすね。もうレベルが違う。俺らも知らないし全部知ってる。だからレベルが違いすぎて、もう物事の知ってるレベルが違いすぎる。はい、しょっちゅうでこう来てますよ。でも佐伯さんありきでも YouTube やってますよね。そう佐伯さん、僕ね、とってのは細川バレンタインになってるんですか。でもあいつもすごいのは、はい、こんなスピードあって言うんですよ。なんか事件なんかあったらスピード勝負で、はい、ここ毎回来て昨日だともう昼来てるよだからこんなのは今旬なことをすぐにあげないとダメなんですって、はい、だからあいつも自分で編集してるしね、はい、そうですね、早いよ、はい、だからなんていうか生きるためのあいつお笑いの仕事とかあんまりないですか。でも結構やってる。なんかやってますよね、なんか地方行ったりとか。そうだから意外と運も合ってるんじゃないですか。はいはいはい、へー、そうそうそう、リンガラもやってるしね、はいはいはい、そう、そう。ちょっと僕がこのナンバーシリーズ終わるたびにここ来るのめちゃくちゃうざいでしょうけどね、神宮寺さんからしたら。でも来ようと思ってるんで今後。まあだからまずはそのお前の編集を今日見て。編集とかでもカットするようなことないと思うんですけど、特にこの、これはね、はい、これはないよ。あ、マイクの、ね、さっきの話の、はい、オッケー。でもちょっと今後来させてください。でもちょっと、はい、まあでもな、まあなんていうの、好きなこと言うのはいいけど、はい、やっぱり自分の感だって、さっきの会場の件だって、はい、俺らがすると当たり前の話じゃん。そうですね、そんな実際、はい、どうやって撮るんだって話ですから、はい、だからみんながよく
工業重なられるのさって言うじゃん、はい、何で同じになったんですか、はい、シュートと、はい、じゃあずらすけどその日にちと場所を、はい、あなた取ってくれますシュートさん、そうですね、はい、ね、スポンサーとの契約で年間何大会とか全部決まったのに、はい、ずらしたらあなた取ってくれます、はい、いや会場ないじゃん、どうやってやるの、そうですよね、不可能だね、はい、そういうこともあるんですね、だから興行が終わった時にね、うん、だって誰か取ってくれなくねえじゃん、ね、会場入ってないから、はい、確かに、うん、で会場の事情もあるしね、実際に、はい、ちょっと余計なこと言わないように気をつけます、最後に3つだけ質問あるんですよ、いいよ、僕のメンバーシップの人から寄せられてる質問が、いいよ、あのブラックコンバットの対抗戦がすごい面白かったと、うん、今後そういう対抗戦の予定はないですかっていう、あのね、対抗戦という感じでは今はやらない、はい、なんでかって言ったらもう今ブラックコンバットとは交流戦になってるんで、ああなるほど、だからこの間も2月に、うちの選手行ったじゃん、はい、また負けたりして、はい、で今度4月の20日も4人行きます、はい、だから行ったり来たりの交流戦やります、はい、だから毎回対抗戦なんてもう盛り上がらなくなる、そうですかね、面白かったっすね、いやそれは2年に1回とかガチガチの、はい、まあ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 、ある程度交流戦になってます今実際には、え、じゃあ例えばパンクラスと対抗戦とかシュートと対抗戦とか絶対面白いと思うんですけど、誰かで温度取るの、僕やりましょうか、できるわけねえじゃん、僕と細川も、まあ、絶対できない絶対できないそうなんですけど、はい、できない、そこはできると思うよ、まあでもたまにやれたら面白いですけどね、坂木村さんが、うん、まあそしたらライジンでやれてなるか、できると思う？まあね、難しいですよね、そんなことが簡単にできたら今頃こんなことやってないでしょ、まあまあまあ、仲悪いわけじゃないですよね、他の団体と仲悪いで交流は何もないね、あ、そうなんですね、うん、例えばシュート見に行くとかもないですか、ない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 ですね、うん、逆もないってことですね、ディープに見に来たりとかない、昔はって、はいはい、昔はそういう時代だったけど、はい、もう今シューネクストとか、はい、あんまり見えちゃうから気になっても行かないよ ね、まあ、ね、そうっすよね、だから全く接点ないよね、パンクラスも一回文句言いたことあったけど、ね、うちの形状勝手に使ったことあったんで、どういう自然だったりして文句言ったことが、はい、うん、ないね、だからパンクラスの新しい社長も喋ったことないし、はい、なるほど、うん、社長しれっと変わってますよね、うん、だから喋ってないし、シュートの坂本さんとも別にあんまり喋る機会ないしね、全然、うん、ちょっと次の質問あと2つだけなんですけど、あの細川バレンタインのことは好きですかっていう質問が、好きか嫌いかっていうと面白いやつだと思います、はいはいはい、ただやっぱ自分の自我があるじゃん、自我が強すぎますね、自我がすごくある部分の中で言うと、はい、まあ聞いてるとは違うんじゃないかなっていうこともあるよね、やっぱし、はいはいはい、そこはなるほど、さっきのその選手の縛られたくないとかもそうだし、はいはいはい、いろんなこととか、はい、あと僕あなたが論争してたボクシングとどの頃とか、はいはいはい、ギャラ事情とか、はい、知らなさすぎるね、MMA のことは、あ、てかこれあのカメラ外で佐伯さんが言ったんですけど、そのボクサーの方があの細川バレンタインは人口多いって言ってますけど、 MMA の方が多いんですよね、多いと思います、これちょっともっとバシッと言ってください、佐伯さんが言ってたこれ、うん、ちょっとジムの数数えてみて、まず、はい、国内でも MMA の方が多いですかね、どう見ても探してみて、確かにボクシングジムそんなにないですよね、東京にもあるかもしれんけど、東京だって調べてみるよ、はい、どんだけあるとか、 MMA ジム、 MMA ジムの方が多いですかね、多いと思うよ、あれね、あの小さい子勘違いしてるんですよ、なんかボクシングの方が人口多いみたいな、 MMA のジムなんかすごい数でいいよ、あ、そうですか、うん、それ競技人口、逆に言ったらボクシングの方がハードルが高いと思う、はい、あ、なるほど、ライセンスの問題とかあるから、はいはい、そういう意味では競技でアマチュアで試合してる数とかも含めて、はいはい、あのボクシングは結構ちゃんと協会入ってさ、はいはいはい、管理されてるじゃん、はい、どんだけアマチュアの試合やってるの数えてみてるの、はい、分かる、はい、すごい数やん、じゃあ競技人口めめめの多いです、ね、俺絶対あると思います、それは力強い言葉やな、うん、でも正直僕は、うん、これ前どっかで言ったことあるけど、うん、ボクサーも MMA ファイターですしね、充実感も、うん、それの全部のミックスさせたそれぞれの頂点とかが MMA 入るんで、まあ、だからそれはさやっぱりさ、はい、世界的な話だったらボクシングもやっぱ人気のある国と場所によって違うじゃん、はい、じゃあキックボクシングもそうじゃん、はい、じゃあキックボクシングだってムエタイがあって、はい、じゃあムエタイがある、はい、ワンがある、はい、グローリーそれ以外で有名なのってあるの、だからもう聞いたことない、俺ら気づいてないよね聞いたことないですね、気づいたことないよねでもそうなっちゃうとやっぱりじゃあアメリカでキックボクシングあんまり聞かないしね、うん、実際、うん、
やっぱりアメリカってボクシングっていうイメージあるでしょ、実際に。そうですね、もうそんなイメージ、はい。だからそういう意味では、やっぱりその競技人口もそれは分からないよね、実際。え、でもおそらく世界でも MMA の人口が多いですかね、競技人口、ボクサーより。今は多いんじゃないかな、分からないんだ、そこは。まあ、少なくともそんな差はないって思う。うん、だからやっぱり日本で言ったらボクシングはやっぱハードが高い、ね、確かになんかすごい敷居が高いイメージ、協会がないとなんかジム出せないとか、はい、いろんなことになってること言うと、はい、もうすごい数だと思うんですよ、MMA、そうですね。だから例えばまだ分かんない地方とかだったら、はい、この MMA ジムやめたらもう練習行くとこないとかあるんですよ、 MMA やってる、はい、だから俺らが格闘技団体を始めた頃には、はい、ピーズラボと、はい、研修会といくつかなってた。ああ、そうですね、もうほとんど。そうやめたらいけないじゃん、もう。はいはい。それがどん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 増えてきたから、急速に伸びてますよね、その自分。はい。そう、だからそういうこと言うと、全然レベルが違うぐらいかかるね。なるほど。そのいいこと言いますね、アマチュアの数、この考えてみると、すごい数やってるから、はい。気持ちいいなぁ。あれ、ボクシング管理できないと思うよ、はずだ数は。確かに。そうですね。ちょっと、ラストの質問なんですけど、はい、ピカと、うん。ピカの件をちょっと どのようにお考えですか。そのまずコロと伊沢ちゃんが離れていって、うん、でももうちょっとピカがどこにも見当たらないっていうか、最近見当たらない、どこで、でもセコンドとかいたのに、もうライジンの会場にもおらんようになっちゃって。だってライジンにだって会場出てて、ライジンに出てるファイターって、はい、あの伊沢しかいないじゃん、もともと。あ、まああと牛久とか。牛久もセコンドついてるじゃん。今でもつくんですかね、今後も。つくよ。あら、マジですか。そうだよ。でもフェードアウトのタイミングを今探してると思うんですけど、牛久ちゃんからしたら、うん、つくはずよ。だって牛久の試合の件は全部横田しゃべってるよ、はい、俺今でもですか。そうだよ。まあそろそろでも卒業、季節的にもね、卒業の時期なんで。ないと思うよ。もうですか。断言できます、断言できます。でも牛久もあんまりでもよく思ってないという噂をちらほら。それ知らない俺は。まあまあ一時期はなんかな、今は大丈夫なのかな、まあ、ないと。だからそれ以外ないじゃん。だって前回の誰だっけ、はい、あの試合、萩原君です、はい、の試合だって古川さんと堀口と横田でやってやん、はい、でもなんか牛久が直前のインタビューで、まあ、堀口の選手の言うことをやっぱ一番聞くみたいなことを、それは結果が会話の外にされてましたよ。それはそんな仲良くやってよ、みんな。お前ですか、うん、お前らもう大丈夫かって言ったけど、はい、仲良くやってよ、みんな。いやでもそろそろ卒業のタイミングをちょっと探してると思う。まあいいや、俺は絶対ないと思う、これでいい。まあ、でとりあえずピカのジムは大丈夫なんだよ、ケイクラン、うん、だって今ライジンには出てないだけであって、はい、だからまあわかんないね。でも、はい、フーガはケイクランとかね言ってる。そうなんすか。そう、伊沢の弟でしたっけ。そうそう。ケイクラン所属なんすか。所属じゃない、連絡練習してる。もともとみんな所属してないんだって。成果もケイトもみんな。それなんで所属しないんですか。所属じゃなくて預けてるだけ。でも JTT にはあっさり所属になったらいい。あっさりじゃない、2ヶ月かかったからね。でもなんでケイクランにはならんかったのっていう、やっぱ疑問が、まあ、それはピカの人間性に問題があるのかななんて思う、まあ、それはまあいろいろとやっぱりなんていうかな、人間性じゃなくて、はい、なんていうかな、問題もあるじゃない。まあ、人間性がね、はい、ね、はい、問題もあるところもあるから、はい、じゃあ JTT がそういう問題がある選手がいるわけじゃないじゃん、うん、そう、 JTT はクリーンなジムですね、はい、だからそういう意味ではそこだったら、はい、所属もいいんじゃないのっていうことになったわけの話だよ、はい、なるほど。あとコーチがちゃんと作ってる、あの外人の JTT や BD、 そうそうそう、そういうのもあったから。これすごいですよね。そうそうそう、だからそれは正直言って、はい、だからたまたまうちの選手が出てないけど、はい、もう次とかも出ると思うし、別に全然だと思う。だからそれは、コロが辞めた、辞めないっていう話は、はい、もうそれはさ、両方の話じゃないと分からないと思う。でも佐伯さんも聞いてるんですか。え、俺は軽く両方の話聞いてる。どっちが悪いんですか。分からん。詳細はそれはもう内緒なんですね、さすが。もうなんでやっぱコロと伊沢ちゃんが離れたか、気になるなって方もやっぱ多いんですけど。うん、あのね、これも難しくって、はい、やっぱりお前がいつも週刊文春みたいなもんだからさ、やっぱりお互いがちゃんと話をしてる中で言うと、はい、やっぱり掛け違いも絶対あるんですよ、はいはいはい、そうですね。その中でお前が一方の話を聞いたら、はい、この一方が腹立つわけじゃん、はい、そうすると今この中に両方の選手がうちに出てるわけじゃん、はいはい、ここでおかしくなっちゃうんですよ、はいはいはい、
あと試合ができなくなっちゃうんですよ。そういう問題もあるから、ちゃんとした事実確認がお互いで納得した上での揉めてんだったら俺いいと思うんです、はい、実際には。そこがお前がほじくり返して、わざと広げるとダメだよって話で。でまだやっぱもう仲直りできてないですよね。うん、喋ってないじゃん。だから俺は触らないよ、はい。今は時間を置いといた方がいいんじゃないと、お互いの。みんな離れちゃった、うん、ピカから。うん。じゃあお前が入ればいい。僕なんかピカと仲直りする気はあるんです僕、うん、ピカとコラボを全然救ってあげたいんですよねピカを、うん、僕も仲直りしたいし。でもまたピカとコラボしたらお前ピカが余計なこと言ってお前またおかしいなんですよ。酒飲ましてから撮影したい。まあまあ、酒飲ましてから。まあそうなっちゃったら離婚とか問題出てくるかもしれないしな。そうです、しないよそれで。やめてきます怖いって。そういう問題出てくるじゃん。僕はでも受け入れたいですよ、あれでピカの。まあだから、はい、なんか今の現時点では、まあ、どっちも言い分がある中で言うと、噛み合ってないなっていうだけの話。はい、まあじゃあピカが全然完全に悪いとかいう感じでもないんですよ。そうそう、お互いに。いろんなことがあって。もうピカに関してはいつものことじゃん。はい。うん、そうですね。うん、はい。わかりました。じゃあちょっと一旦そんな感じで今日はそんな感じで、はい、佐伯さん本当になかなか、あでもとりあえずナンバーシリーズ終わるたびにもここ来るんで、はいはい、あとちょっと神宮寺シマルとのコラボはちょっと控えめの感じで、まあ、あいつも3ヶ月に1回ぐらいにします。いやあいつもネタで来るからですね。僕たちナンバーシリーズ終わるたびに来るんで、大体その前にそこでライブ意識やってもしょうがないから。いや毎回佐伯さんありきで YouTube やってるなと思ってて。そう、だから自分で発信しろって言うんです。そうっすね、独自で絶対やんないですもんね。そう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 、僕は一人でも成り立ってますから。はい、わかりました。ありがとうございました。